ゆうや、どうやら新しい修行相手を見つけたみたいだな。二人での修行は一人での修行に比べ自分の欠点に気づきやすくなる。それにお互いの違いを知ることで自分が得意なものが何かもおのずと分かってくるはずだ。共に鍛錬する仲間がいることはそれだけでお前の財産となるだろう。次回、森の中の出会い。しかしその相手、どこか気になるな。